スコーピオンのロットは本当にあの値段でいいのですか？ものすごいクオリティです。今年富士工業の無塗装のリールシートをそのままつけてマイクロガードの飛ばない重たい竿が4万円も出して買っていないバカらしくなりました。うん、ね、スコーピオンのロットはね、あの村上ぼったくり嫌いだからね。高いロットと安いロットの違いは何ですか？ぼったくりかぼったくりじゃないか。あの中にはあるんですよ。あの全部じゃないですよ。一部これがそんなにするのっていう。ただカーボンシート巻いてくるくるやってこれでおしまいかいって、あとはもうあのグリップからこのぐらいのところだけすごい飾りがいっぱいしてあるやつね。あの先っちょはですね、バーってあの竿の先の方を見るともうただの竿じゃんっていうのに、このグリップのところだけもきらびやかにしてあるよ。まあこれはどっちかというといただけないやつですね。この先の方までいい巻きでね、こう入っているのか入っていないのか、だからそういうものであればやっぱりもう安いもの高いものはもうそれかカーボンの素材の違いですね、巻き方の違い、こういうところで本来は値段が変わってきます。ワールドシャーラと同じぐらいの値段の専用ロットではどちらがおすすめですか？ワールドシャーラと同じぐらいの値段の専用ロットでは、いよいよだからこれにしか使えないっていう竿にするか、あれもこれも使えるっていう竿にするかっていうだけでしょね。普通あの俗に言うトーナメントロットっていうのは、釣りビジョン見てればわかると思いますけども、バスのトーナメントロットってのは最低でも15本ぐらいは揃えなくちゃいけないんですよ。15本揃えて初めて、バス釣り全体像ができるよと。だから、ボートの上に15セットから多い人は20セットぐらい、少ない人でも12セットは最低乗っかってるはずです。そこまで揃えることができる、方であれば、専用ロットでいいと思いますよ。もうこのジングの何グラムか何グラムがこれ、ね、このスピナーベイトのこのブレードからこのブレードまではこれっていう、こっちのブレードはこれ、次のブレードからはこっちっていう、最低でもスピナーベイト用に3セットぐらい、ラバージング用に3セットから4セット、ね、テキサスリング用に2セットぐらい、そうやって細かくあの合わせることができる方はそちらの方でいいと思いますよ。でも最低15本ぐらい持ってないとね。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。